ファイナンシャルプランナー、相続事業承継ナビゲーター、売れる営業マインドセット著者の玉木美紀子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後4時までよろしくお願いいたします。はい、ラジオを聞いていただいている皆様、明けましておめでとうございます。2020年新しい年、1月2日、今日からまた今年のパーソナリティの私の時間がスタートしました。今年も本当に昨年度はいろんな形で、チャレンジの年でした。今年はそれにプラスしてまたね、ラジオをもっともっといい番組にしていきたいなと思いながら頑張っていこうかなと思ってます。本日のお客様は FM ギノワンの田辺由紀さんに、由紀さんと一緒にこの時間を過ごし進めていきたいと思いますので、由紀さん、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。そうですね、私もゆきさんと昨年の8月からね、一緒にラジオをするようになって、はい、本当にいろんなサポートをねしていただいてね、いえいえ、そんなに非常に感謝しております。すごくラジオ番組がね非常に楽しくて、自分のライフワークに、ね、なってきたなっていうね、今その感じがしますね。あ、そうなんですね。なんかやってよかったなと思ってます。はい、わ、そう言っていただけるとこちらも嬉しいです。私はもう、はい、一番前で聞いてる最初のリスナーみたいな気分で、そうですね、ミキサーの席に座らせていただいてるんですけれども、はいはい、もうそうですね、やっぱり私はラジオって自分の中でもういつかやりたいって本当にね思ってたんですね。それがなんかね実現したっていうのは、はい、すごくなんかチャンスをいただいて、こういったねパーソナリティをできたことに、はい、本当に感謝ですね。感謝しております。はい、素晴らしい。いつもあれ、失礼しました。あ、いえいえいえ。最初の頃から、最初はねすごく緊張されてたのが分かったんですけど、どん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 このもう慣れて、はい、すごく上手になられて、はい、はい、ありがとうございます。はい、でまた内容ももうすごく深くて、いつもいつも、もう人生が詰まってる、いろんな人の人生が詰まってるっていう、もう重みが、そうですね、はい、そうですね、本当に私もねやっぱり自分がラジオする時ってやはり自分だけが喋るんじゃなくて、はい、いろんな方のやっぱりストーリーを聞きたいなって、そういったのがね結構日頃からいろんな活躍してらっしゃるね、はい、皆さんのどういったきっかけで今のねお仕事されたのかなとかね、いろんなことをやっぱり普段伺うのがね結構好きだったんで、そういった番組にしたいなということで、はい、このテーマにさせていただいたんですね。はい、はい、そういう意味ではすごく良かったかなと思ってます。この辺でちょっとコマーシャルに行きたいと思いますので、はい、お願いします。はい、相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。
沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。お送りしている番組は玉木美彦のリーダーズビジネスストーリーです。はい、2020年新しい年にスタートしました。これから FM ギノワンで私も本当に今までやりたかったと思ってるこのパーソナリティにチャレンジするっていうことがすごく昨年あって、とても良かったなと思ってます。そして昨年度令和元年は私にとってどんな年かなというと、38年第一生命に勤めて、そのいろんなのノウハウを一応一つの本にまとめて、それも5月1日にやっぱり出版できたことは、なんかすごい流れだなと思っていますね。どれぐらい準備期間があったんですか？本を書かれるのに。そうですね、その前からいろいろとちょっとね貯めてた分があったんですね。いろんなところで書いたものがね、それを一つにまとめてやって、4年くらいですかね、準備期間がね、はい、そしてしっかりまとめるのは一応一昨年からね、そういったふうにして一応実際に編集に入ったりして、編集 の出版会社と打ち合わせをしたりとかね、はい、どんなふうなレイアウトにするかとか、いろんなのが あって、それから最後はやっぱりテーマ、どういったテーマにしようかっていうので結構半年ぐらいで、なかなかうまくテーマが決まらなくて、それで最後にやっぱりね、その結局はそういったのが遅れて、はい、5月1日に出版なんですね。だから逆にちょっと遅れた分で5月1日新しい令和でね、はい、スタートできたっていうのも非常に逆に良かったなと思ってね、はい、満を持してですよね。遅れた分が逆にプラスになったかなっていうところでね、そういったことでなりましたけど、だからすごく65歳、令和元年で65歳だったんで、はい、そういう意味では65歳からなんかいろんなの新しいことをね、私もスタートできたなっていうことで、やはりラジオを聞いていただいてる皆様も、やっぱり自分何歳になってもね、やっぱり何でもできるかなって、チャレンジしてる間は青春だって私も思ってるんですね、はいはい、だからそういう意味ではチャレンジすることがすごく大事かなっていうのはチャレンジしてみて本当に思いますね。誰でもこういうことやりたいなとか思いはすると思うんですよ、軽く。そうですね。でもなんかどうせできないやって思ったりとか、できると思ってもなんかうまく進まなかったりとかってあると思うんですけど、玉木さん のこの番組を通していつも感じるんですけれども、はい、美希子さんはこうすごく前向きで、はい、ありがとうございます。もう何かこうやりたいことがあったら、じゃあどうしたらできるんだろうっていうのをすごく。そうですね、やっぱりできない理由を探すよりは、はい、どうしたらできるのかっていうことでね、やっぱりできる方法を考えていくっていうのが私のね、やっぱり生き様なんですね。ですから私もちょうどボイス株スカートって言ってボイスカートのね、活動で、はい、リーダーしてたんですね。でそこで訓練っていうかね、キャンプがあったんですね、はい、4泊5日でね
山にこもるんです。山にこもってやっぱりテントを作ったり、はい、そしてまた改善改善で一日一日やっぱり目標を立てて、やっぱりもう本当に無から言うだあ何もないところからスタートなんですね、はいはい、でも雨が降る中本当にこんなところで何のためにやってるんだろうと思いながらね、はい、でもやっぱり最後にやっぱり感動があるんですね。で やはり自分のなんか能力を超えた分のやっぱり本当に体力を超えた分のそういった体験をした時に、あ、私は何でもできるってちょっと思ったんです。やっぱりね本当に、はいはい、もう何もない広っぱの中でテントを張って山 なんですね、はい、で本当にこれからコロナ禍で私4日間過ごすのっていうのがね、4日は長いですよね、あったんですね、はい、だからやっぱりそういったリーダー研修の中で私は本当にもうどん底の要するに雨もザブザブ降ってる中の4日間で雨靴履いてテントをまあ、いろいろねやったり、そういった体験がすごくね自分の中で人生変えたような気がします。あ、その時の成功した体験とかが、うん、そうですね、何かあった時に思い出してみたいな。そうですね、そこをやったからどんなことでも人はできるなって、はいはい、っていうのをね自分の中ですごく学んだんですね。ですから少々の失敗も、うん、いや大したことないね、その失敗こそまた勉強になるんだ、プラスになるなっていうことで、結構その繰り返しが私のね第一生命に入っての38年間でもねやっぱり生かされてきたかなっていうのはありますね。そうだったんですね。だからそういう意味ではチャレンジだなっていつもね、やっぱりなんか決断に迷う時ってあるじゃないですか、はい、とにかく迷った時には私は進むことを選ぶっていうのがね、はい、私のなんか方針なんです。これはでもなかなか勇気のいることですし。そうですね、そう簡単にできることではないと思います。そうですね、でもやっぱり迷った時にやらない人生よりは、はい、チャレンジした人生の方がいいなって、後から振り返って、振り返ってね、はい、やっぱり大変であってもやはりやった分必ず自分のねやっぱ壁を越えた時のあの感動っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、そういったものをやっぱり感じるのが大好きなんだなっていうのはね私はありますね。あこれでいいと思ったらなんかストレスになる、あもうこれでこのぐらいでいいやって満足したらって思ってしまったら自分の中ではやっぱ後退だなと思うんで、はい、常に今の自分よりちょっとやっぱ一歩一歩やっぱ階段を上るような感じで、ね、一歩一歩階段を上って振り返ったら、あ結構頑張ってきたなっていう風にして自分でね思って、でもまた上っていくっていうのね、やっぱ階段っていうのはずっとあるじゃないですか、はい、だからそれを上っていく人生が私の中で生きてるっていうね感覚があるんですね。あだからいつも生き生きされてるんですね。ありがとうございます、うん、だからそういった風に考える方がいいかなっていうことでね、はい、そろそろね、またリクエストの方お願いします、
お送りしている番組は玉木美紀子のリーダーズビジネスストーリーです。新しい年を迎えて今日は美紀さんと2人で番組を進めてますけど、美紀さんってすごいんですよ。もうね、私もいろんな形でね、美紀さんの素敵な美紀さんだなっていうのをね、いろんな活動をしてらっしゃるんですね。そういったのはまたね、ちょっとお聞きしたいなと思ってます。歌手なんですよね、ゆきさんね。この間泣き人の方でね、はいはい、なんか歌われたっていうことで、はいはい、今日は泣き人の歌をねリクエストさせていただいたんですけど、はい、すごくいろんな歌もされてて、それから踊りかなんか太鼓か何かやってますよね。踊りは一個この民族舞踊合わせに伝わっている民族舞踊の保存のチームがありまして、はい、それで踊りをやっているだけで他はやってないですけれども。そうなんですね、はい、で歌の方もあちこちでなんか歌う機会そうですねあるんですね、はいはい、最近は泣き人の他にどちらで。泣き人はそんなにそうそうはいかない、時々しか行かないですけど、読谷とか、はい、まあ、宜野湾、沖縄市が多いですけれども。あ、そうなんですか、はい、どっかなんか舞台で歌うとか。そうですね、はい、すごいですね、なんか聞きたいなって思います。あ、今は楽器を持っていないので、ね、次機会があったらね、うん、またねぜひ、はいはい、披露していただきたいなと思ってますけどね、うん、だからすごくチャレンジャーなんですね。いろんなのにチャレンジされてて、うん、すごいアンテナがすごくいろんなのをキャッチできる能力を持ってらっしゃって、非常にそういった面で、はい、すごい素敵な女性だなって私ねすごく思ってるんですね。可愛いし本当に前向きだしね、とってもいい性格だなっていうにしてね、いつも美紀子さん の, 番組が終わった後に少し歓談する時間がね、はい、時々あるんですけど、その中で、まあ、こういうふうに褒められた時は私が謙遜していたら、はい、こういう時はありがとうって言ったらいいんだよ、はい、そうそうそうありがとうってやっぱりね、なのでありがとうございます、はい、いやいや本当にね素敵だなと思って、私ねこの FM に FM 宜野湾でパーソナリティをスタートして、はい、すごくゆきさんとこういったいろんなね会話をして、すごく逆に私もねいろんなのをね、エネルギーをもらってます。あ、かっこいい、こういったチャレンジをね、自分の中ではやっぱあんまり芸能とかそういったのはね、はい、あんまり才能がないつもりでいるんですけど、ゆきさんを見てたら、あ、こんな風にしてねいろんなのをチャレンジしていくのっていいなって、こういった面でね。で私もね一つチャレンジしてることがあるんですよ、はい、でちょうどやっぱり歌をね、はい、練習しようと思って。いいですね、ね、いつもカラオケで適当に歌ってるじゃないですか、はい、その中でやっぱり歌い方とかいろんなやっぱり声の出し方とか、やっぱ裏声で高いところがちょっとやっぱり出しにくくてね、裏声になっちゃって、はい、この辺は諦めないでやっぱりね声を出すっていうのが大事なんだなとかね、はい、いろんなのをちょっと学びながら、やっぱり声を出す練習とかね、そういったのをね心がけてやってるんですね。高い声って出るようになりますよね、はい、そうですってね、うん、この間テレビでやってて、裏声っていうのは諦めた時に裏声が出るっていう話がねあったんですよ。気持ちが諦めた時に、うん、だから、はい、ここの喉 の, これを訓練することによって、はい、高い音域が広がるっていうのもね、はい、聞いたんで、はい、諦めないで声を出すっていうのは大事なんだなっていうことでね、まあラジオをやるようになったら、はい、自分の声質っていうのをね、はい、ちょっと意識するじゃないですか。こんなヘッドホンしてね、こんな自分の声聞くっていうのはね、そうですね、なかなかないですもんね、うん、ラジオだと。そう、それで今まではあまり気にしてなかったんですけど、やっぱり笑顔で声を出すっていうのは、笑顔で話しするっていうのは、はい、声が少し明るくなるんですね。そうですね、で
笑顔じゃない時は暗いんですね、はい、だからちょっとこもったような声にね、そうそうそう、はい、だから声の出し方も非常にあのこれをやるようになって意識し始めたらやっぱり少し、はい、あの笑顔で声を出そうとかね、はい、うんうん、そういう形で笑顔の練習、はい、もうあのやりながら、はい、あの改善改善ですね、やっぱりちょっとでもやっぱりねあのうまくできるようにってことで、まあ、そこに努力していたらだんだん上手になっていくのかなっていうことでね、はい、まあ、小さなことではありますけどね、まあ、そういったところも自分の中で気をつけながらね、はい、ちょっとチャレンジしてるですね。あの毎週毎週やっぱりあの喋られる方とこう一緒にあのその喋られる声をマイクで拾ったものをこちらで調整して放送に載せているんですけれども、みきこさんはすごく毎週研究してこられてあの今喋っておられるんだなっていうのが分かります、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。すごいあのちょっと良くしようっていうね、少しでもっていう、はい、そうですね、まあちょっとずつやっぱり離れしていくとね、はい、やっぱりあの声の出し方とかやっぱりあのそういったのもちょっと音質も変わってくるっていうのはやっぱりね、あの 笑顔って大事なんだなっていうのはすごく思いましたね、はい、だから笑顔でいると声が明るくなる、うん、だからあの子育てしてるお母さんたちもあのぜひ今年ね新しい年になってお子さんに笑顔で、はい、あ、おはようとかね言ってあのお帰りなさいっていうことでね声かけると子どもたちもまたね明るい気持ちになってお母さんの真似をするっていうのもあるんでね、はい、やはりあのお母さん方って見本になってるんですね、はい、だからそういう意味ではやはり笑顔を作っていくっていうのは大事かなって思ってる、はい、思ってますね。つい家の中ではもう無意識に仏頂面だったりしますけどね。そうですね、まあ、あの一人でいる時はねそれでいいし、ちょっと声出す時にあの筋肉なんですね、はい、筋肉が顔のあの笑顔でいるとだんだんこの笑顔が普通の顔になるっていう感じでね、はいはい、あのなるのかなっていうのも理屈の中であるんで、はい、まあ、ちょっと意識してね、ここの筋肉を鍛えることによって、はい、あの垂れ下がるね、やっぱり顔がだんだん下がっていきますよね、はい、それをちょっと上げるっていうね、アップにもなるかなっていうことで、はい、笑顔でいるとそういった形でねちょっとねここの筋肉動きますからね、はい、今年はもう基本笑っている顔でいきたいですね。そうですね、はい、あのまあ、2020年あのオリンピックがねスタートしますけど、はい、まあ、いろんな面であの日本が昨年度令和元年は非常に災害があって、いろんなあの日本中のねいろんなところで被害があって大変な思いをねされてらっしゃって、あのそういう意味では2020年がねやっぱり あんまり災害がなくてとってもいい年になってほしいなっていうね、やっぱ願いも込めながらね、はい、あの昨日はちょっと初詣に行ってきました、うん、で今年本当にあのみんなが元気でねあの楽しい一年になるようにってことでね、あのラジオを聞いていただいている皆様の、まあ、健康祈願もねさせていただきました。うーん、素晴らしい、はい、いいですね。普天間宮ですか。そうですね、あの私はあの中学が普天間で、そして高校も普天間高校なんですね。地元ですね。地元なんですね、ここね、宜野湾市はね。だからそういう意味ではやはり宜野湾市がもっともっと活性化、あのこれからねあの FM 宜野湾の裏側の方がねやはりあの将来的には琉大病院の先進医療施設ができるっていうことでね、はい、これから、まあ、しばらくするとまたね工事も入ってくると思いますけど、そういった施設ができてもっともっと宜野湾市がね、まあ、もあの活性化していいところにますますなるように ね、 そうですね、私も、まあ、あのラジオを通してね少しでも役に立てればいいかなと思ってます、うん、で出身が私はあの、まあ、うちの母の出身が今帰仁村なんでね、あ、そうなんですか。だから今帰仁の応援も、まあ、あのしていきたいなと思ってるんですね。やはりやっぱ自然の中であの過ごすっていうのも大事ですよね。緑に囲まれてあの森林浴
ね、あのやっぱりそういったエネルギーが高いですからね、そういったところは、そういったところでまた子育てしていくっていうのもすごくねいいかなっていうのもありますね。あんまり数えるほどしか行ったことないんですけど、この前歌いに行った時はものすごく海が綺麗で、綺麗ですよね。もううっとりしました。あのしもう本当に静かでね、すごくあの、なんかあの時間がちょっとねやっぱりゆっくりなんですね。だからそういう意味ではあの 癒しのところかなって、癒されるあの場所かなっていうふうに思ってるんですね。あんまり森林の方には行ったことがないんですけど、でもありますよね。そうですね、やっぱり全体的に緑が多いですからね。そういう意味ではあのやっぱりまあ、泣き人上司とかね、はい、そういったのもありますよね。すごくいいところなんで、たくさんの方にね来ていただいて、今すごくあの泣き人村があの全国からやっぱりすごく人気なんですね。郡島も結構今もうすごい観光客いっぱいですよね。郡島も泣き人村ですか？そうなんですよ。ですから、すごい人気ですよね。人気ですよね。たくさん観光客の方がいらしててね、はい、やっぱりあの一つの橋がかかっただけで、あのそういったようにして地域が変わるっていうのもね、はい、本当にあるのですごいなと思いますね。郡大橋からの海もすごいですよね。そうですね、だから以前はあのそういった橋がない時はやっぱりあの子どもたちはフェリーで船でねそこに行き来してたっていう感じですよね、はい、それが今は本当にね陸つなぎになって、本当にもうあの内地の人がもうすごく今、うん、来てますよね、はい、もうじゃんじゃん入ってきて、ね、観光してまた帰ってっていうね。そうですね、これからまたホテル建設もね、やっぱりあの郡島の方でホテルの方もね、またあの計画されて今あの進んでますのでね、どんどんやっぱりあのいいところに、ますますいいところに、観光地になるかなっていう感じでね、これからが成長っていうかあの変化が楽しみですね。じゃあ美希子さんはあの普天間も泣き人もふるさとっていう感じですか？そうですね、やっぱりあの中学高校は普天間で、はい、実際には小学校は金町なんですよ。金町で、はい、でうち あの母親とそれから主人の、両親が泣き人村の出身なんで、はい、だからあの地域もヤンパル地域が私のふるさとになってますね、はいはい、だからそういう意味ではやっぱりヤンパルの応援をしていきたいなっていうふうにして ね思ってるんですね、うん、だからまああの中学高校は普天間ですよってことでね、あのそんな感じなんで、だから時々ね泣き人の関連のねゲストの方も、そうですね、ヤンバルの方は結構ねあの出ていただいてね、はい、いますので、まあ、これからもまた私もあの泣き人村にアパートも作りましたのでね、そういう意味では泣き人村がもっともっと活性化してね、はい、あの私のうちのアパートにもねたくさんの方が入っていただいたらいいかなと思ってます。いやこれから人が本当に増えそうですよね。そうですね、あの昨日ですね、まあ、昨年の、まあ、人口減少がねやっぱり2年ほど早く予定より進んでるということで、やはりあの、まあ、少子化と、うん、そういった意味で日本の人口が減っていくっていうのがもう出てきて、まあ、データで出てますよね。だからこれからあの沖縄県だけはやっぱりその辺は増えてるんですね、はいはいはい、ですからあの全国やっぱりあのどんどん少なくなる中で、まあね、都市地区は違いますけど、やっぱ沖縄はやはりあのどんどんこれからまだまだ増えていくいい環境だってことでね、市場としてはすごくあの全国から世界からもやっぱ沖縄っていうのはね注目をこれから浴びていくかなっていうね感じになるかなと思います、うん、ですからここに住んでるあの沖縄に住んでる私たちはすごくいいところにね住んでるんだなっていう意識を持つっていうのもね大事かなと思ってるんですね。でやはりあのまあ
私たちの時代はやっぱ東京に行ったりとかね、まあ都市内地に行くのが、まあ、目標っていうのもありましたけども、うん、これからはやっぱり内地の人が沖縄で過ごしたいっていうのがね、これから皆さんそう思われる人もね、はい、増えてくるかなと思ってます、はい、ですからやっぱ沖縄いいねいいねがねどんどん出てきてるかなって、うん、でうちでもうち第一生命ですけど、やっぱり転勤で沖縄来られた方はあずっと沖縄にいたいっていうね、はい、意見も多いんですね、うん、ですからやっぱ沖縄ってすごくいいところなんだなっていうのを地元にいる方はあんまり気がついてない分もありますよね、うん、自分たちの良さは分からないっていうのもね、はい、ありますけど、本当にこれから先っていうのは沖縄ってすごくまあ、前にも言ったようにハブ空港、まあね、ちょっと中心地になってますから、そういう意味ではすごく貿易とかそういったのもねどんどんやっぱり中心になっていくのかなっていうところもありますからね、うん、仕事もどんどんやり方によってはね増えてくると思うんですね、うん、ですから自分で仕事を作っていくっていうのもね、はい、また一つ手かなと思ってますけどね、うんうん、ゆきさんはお子さんは今まだ小学校小学生ですか、うん、かわいい時ですね小学生ねいろんなのはされてますよねお子さんたちもね、まあまあこっちに来てまだ7年ぐらいなんですけど、沖縄だいぶでも慣れてきまして、私自身もそうなんですね、なんか住んでるうちに最初は観光客の気分抜けなかったですけど、まあ今もそういうとこありますけど、でもなんかふるさとみたいな感じもちょっと気持ちも湧いてきていて、そうですか、なんか沖縄にいらしたきっかけは沖縄民謡が好きで来ました。そうなんですね、でもそうやって移住されたんですね、はい、ね、そういう意味ではやっぱり内地移住されてやっぱり沖縄の良さって私たちが思ってるよりもよく見えた沖縄の良さが感じたんですね、はい、素晴らしいところです。 ありがとうございます。外から見たら本当にもうこの、ね、冬もあったかいしあったかいしね本当にね、はい、でも文化もすごく豊かだし、はい、人も温かいし、はい、はい、もう移住してよかったっていうね方が近くにいたんですねって、はいはい、だからそういう意味ではねやっぱり本当に沖縄に移住したいっていう方たちもね、やっぱりどんどん増えてきてますよね、はい、やはり年いってから沖縄で過ごしたいとかね、やっぱり寒いところはきついなっていうのもありますから、はいはい、沖縄がやっぱり人気になるっていうのはね、はい、やっぱりねって思いますね、はい、でもすごいなと思うのはそれ以外にもあって、はい、この沖縄に生まれて沖縄で育って、はい、沖縄でも仕事もしてる人で、この沖縄のことを愛してる人が多いなと思って、自分たちこう外に出たわけでもなく、はい、自分たちの土地を生まれ育ったところを愛してる人、郷土愛があるところもまたすごいなと思います。そうですね、じゃあもう本当に沖縄の良さをねよく知っていただいてね、でやっぱり沖縄でやっぱりずっと過ごしたいっていう、そうですね、気持ちはあるんですね、うん、もうお子さんたちにとってはやっぱり第二のふるさとにね、そうですね、沖縄で生まれたんですかお子さんたちは、違う、あ、違う、うん、ね、そういう意味では本当に、まあ、子育てもこう違いますよね、楽しいですよ ね、 ね、理解がありますよね、そうですね、まあ、今後、まあ、これから2020年は、まあ、どんな風に過ごしたいなと思ってらっしゃいます、自分の中目標みたいなものがありましたら、アウトプットをもうちょっとしていきたいなと思います。うん、ちょっと考えるのが多すぎる、考えすぎの人なので、あ、はいはい、いろんなのを出していくってことでね、はい、やっぱりちょっと考えてるだけでは、アウトプットしないと考えた成果がわからないじゃないですか、外から見て、そうですね、そうですね、はい、それありますね、やっぱり
学んだ分をやっぱりアウトプットすることによって新しいものが入るっていうのもありますよね。そうですよね。やっぱり食べてばっかりだったら、はい、そこでも頭がいっぱいになっちゃうん で、 うで、ね、一旦出してみるっていうのは大事ですよね。あ、そうですね。で、私も本を書いて後に、まあ、講演とかね、そういったのも一応ちょっとするように な、はい、なると、やはり頭の整理がだんだんできるようになって、はいはい、なんか講演なんてとんでもないっていう ね最初思ってたんですけど、まあ、やるようになって、で皆さんがやった後、あ、すごく良かったってにしてお話をね、ちょっと、まあ、感想をいろんなのをお伺いしてると、あ、私やって良かったんだとかね、そういったふうにして、まあ、そういった体験がちょっとずつ自分の自信に、ね、なってくるかなと思ってるんですね。でまた今年はちょっとこの間お会いした方が宮崎の方がね、はい、一応玉木さんぜひ宮崎でも講演会してくださいって言われて、ちょっと時期見てじゃあ行きますってことでね、はい、お返事してるんですけど、うん、まあ、まさかまさか私が県外でっていうのがあったんですね。でも、あ、そうやって要望があったら、あ、じゃあ喜んでやらせていただきますってことでね、まあ、ちょっと近々またそういった計画をねがありますね。でも県外どころか世界で通用すると思いますけれども。 ありがとうございます。はい、ちょっとずつ自分ではこの辺は無理だと思ってるものをね、まあ、ちょっとずつね、その壁を外しながら、はい、チャレンジしていこうかなとは思ってますけどね。まあ、沖縄の女性も頑張ってますっていうね、はいはい、そういったことにね、自分がやることによって、県内の、まあ、そういったね、県内もすごいねっていうにして、またね、いろんな面で評価が上がる分はね、はい、プラスになりますからね。はい、だからそういった意味でやらないよりはやっぱりやるっていう方向で、これからねちょっとチャレンジしていきたいなと思ってます。もう素晴らしいです。いつもねこの、木曜日の3時台、はい、番組聞かせていただいて、そういう前進しようという力をもらえますね。 ありがとうございます。はい、そうですね、毎回一応ね、やっぱりゲストさんはね来ていただいて、まあ、次はどの方に来ていただこうとかね、いろいろと、ま、まあ、考えながら、はい、お声掛けして来ていただいてっていうことでね、はい、やってますけど、5ヶ月になりましたね。あっという間にね、6ヶ月目に入るんですけど、まあ、これからももっといい番組にね、まあ、できるようにね、自分でも改善していきたいなと思ってますね。はい、そろそろコマーシャルに行きたいと思います。はい、相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。 0120-49-7755ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほか軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。君の心に溶けて手作り
作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。お送りしている番組は玉木美彦のリーダーズビジネスストーリーです。はい、2020年、私はファイナンシャルプランナーをしてますので、また相続事業承継ナビゲーターということで、沖縄県の事業承継のお話を少しさせていただきます。沖縄県の企業さんの中で一応まだ8割の企業さんの中で一応事業承継がまだ進んでないということで、やはり事業承継は何かが起こってからでは遅いので、前もって準備期間というのが非常に大事かなということで、そういったふうにちょっと今ね思いながら、そういったにニード関係をねやっていこうかなって今年は思ってます。やはり相続っていうのは子孫への、ラブレターっていうね感じもあるんですね。やはり亡くなった時にお正月早々そういったお話するのはねちょっと酷ですけど、でもやはりそういった風にして準備をすることによって安心して一日一日を過ごすことができるかなっていうのもあるので、今年はそういったこともちょっとやっぱり準備するっていう意味でね、そういった風に意識を持たれるのも非常に大事かなと思ってます。人生波あり谷あり、やっぱりいろんなことがありますけど、やはり自分で大丈夫だと思ったら大丈夫になるし、やっぱ不安だと思ったら不安になるし、やっぱりでも準備をするっていうのは非常に大事なんで、ぜひ皆さんにねいろんな準備、そういった今年は相続セミナーもねちょっとやっていきたいなと思ってますけど、そういったことでやっぱりこういった必要性のお話をね今後またやっていきたいと思ってますので、いろいろと私も勉強していきたいなと思ってます。確かに相続のことはその場にこうなってみないと考えなかったりとか、そうですね、そういう方が多いかなと思いますけれども、そうですね、やっぱりね本当に何かあった時にすごく慌てるんですね。でも本来は準備しておくことできることありますよね。そうですね、例えば財産が何があるかっていうのも、当の本人さんは分かりますけど、やっぱり家族の方は分からないっていうケースもねやっぱりあったりするんですね。でも相続っていうのはやっぱりね相続発生して10ヶ月以内に納税までしないといけない。でやっぱり3ヶ月以内にこの方が資産が多いのか負債が多いのか分からないですよね。その時にやっぱり相続放棄とか減点承認とかそういった取り扱いもありますけど、それも3ヶ月を過ぎるとまたできなくなるっていうのもあってね。そしてまた4ヶ月以内にしないといけないのは準確定申告って言って、その人の収入 その亡くなるまでの申告をするっていうのもねまた必要になってくるんですね。ですからやることいっぱいあるんですよ。で一番だから日頃できることっていうのは何かって言ったら、自分の財産の目録をねリストアップするっていうのはね非常に大事なんですね。通帳がどこの銀行にあってね、土地がどこにあるっていうのを一つ表にしておくだけで、いざという時にこれがあるねこれがあるねっていうにしてすごく手続きがね、やりやすくなるっていうのもあるので、そういう意味で、そういったことを前もってやっぱり勉強していくっていうのは大事かなということでね、そういったお話を、今年はやっていきたいなと思ってるんですね。で企業さんにおいてもやっぱり事業承継っていうのはやはりいつかはせっかく作った企業さんを企業をやっぱり次の世代にね継承していくっていうのはすごく大事なんで、そういったのをやっぱり準備する期間っていうのはちょっと長くかかりますよね、企業の場合はね。ですから心づもりみたいなものもね精神的なものも一応学びながらっていうことで、そういったこともそういった必要性もありますよっていうのをちょっとね私のも講演会とかなんか開催しながらねそういったお話をしていけたらいいなっていうのが今年の私の目標なんです。なんか先ほど8割はされてないっていう、
そうですね、結局は60代70代80代ね、社長さんいらっしゃる次の後継者にバトン準備をしとかないと、突然亡くなった場合とか、また後継者がいや僕はやっぱり社長になるのはちょっとねっていうふうにして、やっぱ未承諾も出てきますよね、はい、だからそうだった場合は結局は会社を閉めるか、うんね、それか会社を売るか M&A で売るかっていうことのね、やっぱり選択肢になりますよ。そしたら従業員さんもやっぱりちょっと不安ですよね。だからそういう意味ではやっぱり今ある会社をそのまま後継者にしっかり譲ってバトンタッチして、やっぱりね会社をまたね1年1年伸ばしていくっていうのは、ね、大事かなと思ってるんですね。これこの割合が意外でした。そうなんですよ、日本でもね6割ぐらいのまだ6割ぐらいがまだね事業承継されてなくて、そうやって事業承継してないと企業さんがなくなるとやっぱり働く場所もなくなりますよね、はい、だからそういう意味では本当に事業承継をやっていくっていうのがね、これから非常に大事かなって。で家族でおいてもやっぱり相続の準備でリストアップするっていうのが大事かなっていうのはね、やはり前もってできることですよね。できることをやっぱり前もってやることによって、いざという時に慌てないで、はい、スムーズにそういったのが行われるっていうのは大事かなっていうことでね、まあそういったセミナーを今年は自分はやっていきたいなっていうことでね、CFP を持ってますので、そういったことでちょっともう少し学んだことをやっぱり先ほどアウトプットするっていうのが大事ですよっていうのは、はいはい、お話ありましたよね、はい、やはり私も勉強はしたんだけど喋ってないっていうのがあるんですね、はい、ですから今年 の, チャレンジとしてはそういったことを喋っていこうってことでね、お話ししていこうっていうのを自分の中で思ってます。そうやって、はい、ちょっとバーをね上げていって。そうですよね、自分だけ知ってても、ね、もったいないっていうか。そうですね、いろんな人に役立った方が。そうですね、これから必ずそれは起こり得ることなんで、そういったことはやっぱりね慌てないでできるように前もっての対策っていうのをね、今後やっぱやっていく必要がとてもあるなっていうのをね感じて、私も相続事業承継のちょっと東京の方でいろんな研修を受けてきてね、勉強しては来てるんですけど、それを話すことをやってないっていうのがね、ちょっと私の中フラストレーションだったんですね、はいはい、ですからそこをやっぱり話していくっていうことをこれからね、まあ、2020年の1月2日の今日の日にね、はい、まあ、こういったことで自分の決意表明になりますけど、またチャレンジしていきたいなと思ってるんですね、はいはい、でこれからもまたみんなでいろんなのにチャレンジしながらね自分を向上させていきたい、はい、私の好きな言葉はチャレンジなんです。チャレンジ、常にチャレンジしていくっていうのは私のすごく自分の座右の目にしてるんですね。あ、はい、はい、そうなんです。だから素敵です。まあね、やっぱり人生100年時代どうやって豊かに過ごすかっていうのはね、やっぱりこういった形で自分でチャレンジしてる分は大きいじゃないですか、うん、だからそうやってやることによってやっぱ社会に貢献できる、社会に役に立つ自分作りができたらいいかなと思ってね、まあ、こういったラジオを通してこういったお話ができるのも何かのきっかけになるじゃないですか、はいはい、ね、だからそういったことで私がラジオを始めたきっかけはここでパーソナリティをしてらっしゃる新里さん、哲也さんのきっかけで私はそこでラジオを始めましたけど、はい、そういったチャンスをいただいて、これからまたねもっともっと頑張っていけたらいいなって、頑張っていけたらいいなじゃなくて頑張っていこうと行きますっていうことでね、はい、そういったふうにして締めていきたいなと思ってます。ゆきさんもね本当に笑顔が素敵で、本当に好奇心が旺盛なね、ゆきさん。これからもね、ますますいろんなのにチャレンジされてね、はい、頑張っていただき、いただいて、はい、やっぱり移住してきたゆきさんが沖縄で活躍するっていうのは、ますますいい影響を与えますのでね、歌手としてもまたどんどんあちこちで歌っていただいてね、はい、
はい、またぜひあの素敵な声をね聞かせていただきたいなと思ってます、はいはい、本日はねイキさんといろんなお話ができたことをね、はい、非常に嬉しく思ってます、はい、あのラジオを聞いていただいている皆さんね、自分の2020年のあの目標をしっかりあの立てていただいて、うん、いい1年になりますように私もお手伝いしていきたいと思います、はい、あの今日はありがとうございました。さようなら。